1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まなさー久しぶり、マジでマジギャルミーただいまのデイエットの時刻は2020年7月7日七夕じゃん。七夕といえばチラチ。政治カードでもお知らせしましたが、ぼーちゃん、改めて、島周辺の海の遊泳が、ブル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 、この海、深い、ブルブル、解禁されたことをご報告いたします。まあ、海全部飲み込んじゃいましたけどね。水質もクソ汚ねえですし、海に潜ることはできません。ただし、安全のために泳ぐときは何も着ないでください。ちなみに、マリンスーツはお店やお店など、お店などで、お店ということで、今日の動画は終わりです。ありがとうございました。どうも、カニからカニ味噌を取り除いたら、なんか楽しいね。俺実況者やめるわ。ってことで動物の森やっていくんだけどさ、なんか、アップできたね。なんか、もう、なんか時代遅れかもしんないけど、3日経っちゃったからね。なんか、海に入れるようになったらしいわ。なんで？とりあえずなんかメッセージカードでしずえがさ、この中にぶち込んだらしいから、それ見ていこうか。なんか詳しいことか、あれ？サスケ？あれ？ちょっと待って、サスケ？このプレゼント箱の中にさ、1億とか入ってんじゃないか、もう。いや、ありがとう、ニンテンドさん。これ開けさせてもらうわ、行くよ。はい！この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。だからゲーム内でシステムの話すんな。タヌキ開発？何これ？あれ、これも初めてじゃない？何このダブルパンチ？なんなのこれ？この島周辺の海の安全が確認できましたので、だから堅苦しい！どうしたの、サスケ？サスケが手紙なんて送ってくることなかったよね、今まで。サスケ血迷ったんかな。ファイトだ、空ビビエ。ちょっとよくわからないかな。おら、最近筋肉痛がひどくてさ。でもこれってニンニクが育ってるってことだよな。間違えた。収まった時の成長ぶりが楽しみだ。やってやるぜ、サスケより。どうでもいい。とりあえず任天堂の手紙見ていこうか。手紙じゃない、プレゼント見ていこうか。いや、多分とんでもないものを送ってきてると思う。やばいの送ってきてる。ちょ、開けようか。楽しみ、めっちゃ楽しい。シュノーケル、これつけてブスになれと。そういうことなんだね、任天堂。わかった。俺一生これつけるからな。はい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 、なんか来た。なんか来たわ。おかえり。どこ行ってたの？よし、てお店来たから、ここにマリンスーツが売ってるってわけか。ハロー、マイナム、タヌキショーター。そっか、マリンスーツ、あれ。マリンスーツどこだ？ちょっと待って、これ本当に売ってる？マリンスーツ。嘘でしょ。あれ、あった。ちょ、危ねえ、言いそうになった。よし、買ったからもうお前らに用ない。ちょっと、邪魔だよ。待って。あれ、雑草これ。雑草ってこんな形してた？何これ。猫じゃらしじゃん。これ完全に猫。マリンスーツね。何この、イエイみたいなポーズ。なんでこれ。いや、別にそんなポーズ決めなくていいのよ、マリンスーツ。じゃあ行くぞ。せーの。はい。おー、パジャマとそんな変わらん。これで潜ればいいのか。あ、これどうやって潜んの。待って、これどうやって潜んの。ちょっと待って。すいません、任天堂さん。うわー、来た来た来ちゃった来ちゃった。
え、すごい、うわ、マジ、うわ、なんか泡吹いてる。え、泡吹いてるよ。なんか、エッチだね。この泡何なのこれ。どういうことこれ。ここにいたら気持ちいいですよ、みたいな。え、何これ。どうすればいいのこの泡は。どうすればいいのね。なんかできんのこれ。うわえ、潜った。え、何これ。何これ何これ。うわー、キモい。何これ。キモい。イソギンチャクを取ったよ。触手にちょっと毒がある。毒あるんかいお前。そんな間抜けな顔で触んな、じゃあ。何何何何何これ。何これ、キモ。何これ。あ、はいはい、こっから先にはいけませんよ、みたいな感じか。え、なんか沈んでない？あ、岩だった。なんかアホになってんだよな。さあ、これ撮ろっか。なんだ？なにこれ、今度は何？うわぁ、海ぶどう。今日の動画さ、泡巡りだけの動画になるかもしんない。それはちょっとごめん。あれだから、アップデート来た。キモいなムール貝を撮ったよ。パエリア、アホか。誰も捕まえたことない貝とか捕まえようぜ。絶対あるでしょ。まだアップデートして、ちょっとしか、おっせ、めちゃくちゃおせ。ウニを取ったよ。うまいものにはトゲがある。じゃあ触るな。新種のやつ来て、なに？え？嘘？素手？素手でこいつ。素手でとんでもないもん取りやがったこいつ。もうちょっと取ったらやめるか、海。もういいわ。手ふやけてきてるもん、海入りすぎて。ちょっと、やばい、窒息死する。窒息死する。くわっくわよし、まあ結構取ったでしょ。なんかどうしたどうした、なんか薄くなってんだけど。え、全体的に薄くなってる。これもしかして、もうすぐ死ぬ。私以外の美しい、うん、今横切ったね。あ、そうそう、ソラビビさんにお伝えしたことがあるのです。うん、聞き取れ。実はこの手やどうでも海の幸を取ることができるらしいとのは。さあ、水族館来たぞ。かっこよ。魚見に来た人じゃなくて魚取りに来た人だもん。いた、やっと見つけた。やっと見つけたわ、マジで。お前なんでさ、いつも博物館にいんの。お前はもう文句あるのか。いや、ないだろ。外のサバイバル生活から温室生活ってなんと思わず野生を忘れそうだよな。キャキャッキャッキャッ。まあ、おいらはどこでも野生的だけど。キャキャッキャッキャッ。野生的すぎ。ところでここの虫全部食ってもいいか。今日みたいなお天気の日はチキンラーメン食って、チキンラーメン。待って、ねえ、そんな、ねえ、なんでさ、お前さ、俺さ、一回しか木振ってない。ちょっと待って、あー、なんかごめん、あー、ちょっとこれまずい、これまずい。なんかコメントに蜂に追われながら島紹介してくださいっていうコメントが来てたので、あは、島紹介します。まずこちらにですね、リリーの家があります。リリーの家かわかりません。そしてバッタがありますね、これバッタ。バッタすごい綺麗。そして、なんかすごいよ。そして、カエルの傘。楽しい。気持ちいいんだよね、あれが。そして、岩があって。いやー、危ないかもしれない。ちょっとね、髪の毛が触れている。髪の毛が蜂に触れているかもしれない。そして、なんと、こう、バーン！よし、最後にとんでもないもの取って終わろう。なんか誰も取ったことないやつ取るわ。うん、取った。なにこれ？なに？ちょっと！誰だよ。いや、怖い怖い、こっち来んなよ、お前。お前、いやお前、誰だよ。今取ったホタテ、ちょうだい。怖っ。ありがとう。なんだその顔。お前さ、ふざけん、絶対俺のこと下に見てるだろ。ついでに一言言ってもいい？なに、怖いな、その一言。お前その一言めちゃくちゃ面白いんだろうな。この前振りあるから、もう溜めて出す一言だからめっちゃ面白いんだろうね、これ。はぁ、うわ、溜めてる。めちゃくちゃ面白いんだろうな。無法地帯にも法を待ち込むな、という法律はあるものだ。お前もう二度と出てくんな。返せよ、ツイッター。
返せよ。ツイッター返せよ。ツイッター返せよ。